セラリズマ部は、ドイツのビュルツブルグ大学で開発された、免疫調整剤である。TGN1412 は2006年3月に、パレクセルが受託し、ロンドンで実施した健常者でのファーストイン、ヒューマン試験で、被験者全員に重篤な炎症反応をお弱気し、開発が中止された。試験依頼者であった、テゲネロインムのセラピューティックスは、後年破綻した。開発権は、 ロシアのスタートアップ企業セレマーブに買い取られ、開発コードはタブ08に変更された。関節炎治療薬として、大相性、大 2I 臨床試験が完了したほか、抗がん剤としての臨床試験の準備中である。TGN1412 は当初は、B 細胞慢性リンパ性白血病と、関節リウマチの治療を目的とした人か、モノクローナル抗体であり、 免疫系の T 細胞の CD28 受容体に結合するだけでなく強力なアゴニストとして採用する。CD28 は T 細胞受容体の強受容体であり、リガンドの一つとともに TGN1412 に結合する。人への最初の投与は、動物実験で安全が確認された、投与量の1500に相当する 0.1mg、kg であったにもかかわらず、 被験者に壊滅的な全身臓器不全を引き起こした。2006年3月13日に6人の被験者が入院し、そのうちの少なくとも4人が多臓器不全を発症していた。イギリスの規制当局の調査会の中間報告によると、問題の本質は知見プロトコル違反よりも人における予期せぬ生物学的作用であり、したがってこの事象が、 後の薬剤臨床試験の実施に大きな影響を与えるとされた。2007年初頭 TGN1412 は人では動物とは異なる基準で作用するという理論が発表された。この理論では重篤な反応はメモリー T 細胞を持つ場合にのみ生じるとされる。無菌環境で飼育された実験動物は過去の病気の記憶を持たないと思われ、従って 被験者のような重篤な反応を示さなかったと考えられた。しかしこれは誤解である。研究に使用された動物たちは人よりもメモリー T 細胞の数が少ないがメモリー T 細胞への CD28 受容体のみを介した刺激が T 細胞を組織に浸潤させ活性化させる。2010年には全臨床試験に用いた動物種では 標的となる CD28 を発現しておらず、実験で算出された安全量が人での臨床容量の指標とならなかったことが明らかにされた。TGN1412 は欧州医薬品庁により2005年3月に気象疾病用医薬品に指定された。開発者はテゲネロンムのセラピューティックス、知見受託者はパレクセル、製造業者はベーリンガー・インゲルハイムであった。 テゲネロは CD28 の分子構造は TGN1412 のダイアアイリン症試験が開始されるちょうど1年前に初めて解明されたと述べた。金口系バルブ C のマウスを組み換え 1CD28FCU5 タンパク質で免疫し 1CD28 を発現させるようトランスフェクトされた B リンパ種細胞株で追加免疫した B 細胞を ハイブリドマパートナー X63AG8.653 と融合することで融合細胞を得、人 CD28 との反応性並びに TCR ヒーン性細胞分裂活性についてスクリーニングされた結果、2種類のモノクローナル抗体が得られた。より活性が高かったのはマウスイグ1グロブリンの 5.11A1 であった。 5.11A1 の相補性決定領域はヒト、イグのフレームワーク領域と結合され、ヒトイグ1タンパク質並びにヒトイグ4タンパク質が得られた。テゲネロ社の知見薬概要書によれば、TGN1412 は、コウヒト CD28 ヒトか、モノクローナル抗体です。本分子は、マウスのモノクローナルコウヒト C28、シック抗体の重査。 ケさの可変領域から相補性決定領域を遺伝子操作で切り取り、人抗体の重さ、ケイの可変領域に組み込んだものです。さらに人化された可変領域をイング4ガンマサとヒトカッパサの遺伝子配列でそれぞれ組み替えました。とのことである。組み替え遺伝子は、チャイニーズハムスター卵巣細胞にトランスフェクトされ、組み替え抗体は、細胞培養上を清から得られる。 T リンパ球の活性化経路は T 細胞が感染した細胞、または食細胞の表面で MHC 分子に結合した同族抗原に遭遇すると進行し始める。T 細胞の活性化には通常抗原受容体の関与と強刺激の両方が必要である。マウスやラット、人の CD28 に特異的なモノクローナル抗体の研究では 抗原受容体を同時に刺激しなくても T 細胞を刺激できる、いわゆるスーパーアゴニスト抗体が確認された。この活性が単に通常の活性よりも強力なものなのか、または未知の異なる作用によるものなのかは不明である。5.11A1 及び 9D7 の2種類の高ヒト CD28 抗体が同定され、 より活性の高い 5.11A1 を元にした二通りの抗体が検討された。5.11A1 をヒトイグ1に組み込んだ TGN1112 とヒトイグ4に組み込んだ TGN1412 である。これらの抗体の TCR ヒーズ音性活性化作用には CD28 の CD ループと呼ばれる部位への結合が関与している。この特性は 免疫抑制状態の患者への免疫刺激を要する治療において有用ではないかと当初は仮定されていた。しかし、インビトロ及び動物を用いたインビボ試験のデータは、後に投与が制御性 T 細胞の活性化を弱気して実質的に T 細胞のダウンレギュレーションにつながることが示された。テゲネーロ社のウェブサイトには動物モデルにおいて CD28 スパーマブによって仲介される顕著な T 細胞の活性化という層には TCR 複合体を標的とする他の薬剤によって誘発される炎症誘発性メディエーターの重篤なサイトカイン放出症候群ではなく、イルマイナス10のような抗炎症性サイトカインの発現が伴います。と記載されていた。結局、 人での最初の臨床試験の結果は、これが常に当てはまるわけではないことを示している。臨床試験で発生した有害事象に対する新たな説明が、クリニカルイミナラジー氏で示唆された。従来の TCR を介した刺激を使用して、活性化されるすべての T 細胞は、短時間で制御性となり、FOXP3 を発現するが、最終的にこれらの細胞のほとんどは、 その制御性能力をダウンレギュレートし、エフェクター T 細胞になる。したがって、FOXP3T 細胞を誘導する試みは、組織の損傷を引き起こし得るエフェクター T 細胞をも誘導する可能性がある。CD28 の遺伝子を結合して活性化される、一細胞としては他に抗酸球がある。抗酸玉は、イエフェン、ガンマ、イルマイナス2、イルマイナス4。 イルマナス -13 を分泌する。しかし、ほとんどのインビトロ実験は、これらの細胞を含まない、生成末消血単核球の使用に限定されている。TGN1412 が、アゴニストとして機能するには、定常領域を含む、抗体全体である必要があることが示唆されている。テゲネロの報告によると、イにフラグメントは、必要な刺激を生成できない。 イグ1サブクラスである TGN1112 とは異なり TGN1412 はイグ4サブクラスである TGN1112 が CD28 ジュキャット細胞で抗体依存性細胞毒性を示したので TGN1412 が選択されたこれより FC ガンマ受容体を介した抗体結合機能は免疫制御に必要であると思われるしかし 抗体による細胞のオプソニン化は通常、HIV の場合に見られるように、標識された細胞の食作用をもたらす。大合い臨床試験は、ロンドンのノースウィック病院に併設された臨床試験ユニットで2006年3月13日に実施された。試験受託者であるパレクセルは、製薬企業やバイオテクノロジー企業から業務委託されて薬物臨床試験を実施する。 下請け企業である。健常者を対象とした試験の結果、未薬を投与された6人全員が入院し、うち少なくとも4人に多臓器不全症候群が発現した。試験は、無作為科疑薬対象20盲検であり、8人の被験者のうち2人には疑薬が6人には蚊肉イザルで確認された最大無毒性量の1500両が投与された。この6人は、 男性で、年齢は19歳から34歳。大きな病歴はなく、試験前2週間は健康であった。TGN1412 は、静脈注射で3分から6分かけて投与された。投与は午前8時から始まり、患者間は、おおむね10分間隔であった。最後の被験者への注射を終えて、およそ5分の後、 最初に投与された被験者が頭痛を感じ、すぐに発熱及び頭痛が見られた。患者はシャツを脱ぎ、体が燃えているようだと訴えた。その後すぐに、未薬を投与された他の患者も体調不良を感じ、嘔吐して激しい頭痛を訴えた。最初の患者は、投与12時間後にノースウィック病院の集中治療室に搬送され、他の患者もそれから4時間以内に搬送された。 深刻な副作用を被った患者の一人である28歳の患者は頭部が膨らんでしまったと記載されており、その様子はエレファントマンのようだとされた。他にも手足の指の切断を余儀なくされた患者もいた。6人全員が重篤なサイトカイン放出症候群を経験し、重篤なアレルギー反応で見られる補体カスケードの作用と同様の血管性不臭に至った。 患者の炎症反応低減を目的として、副腎皮質ホルモンが使用され、血中から TGN1412 を除去するために、血小交換療法が施行された。考えられる状態とは逆に、患者の白血球は TGN1412 投与の数時間後、ほぼ完全に消失した。プロトコルでは TGN1412 投与から1、2、 4時間後に採血する旨を定められていたが、採血されたとは考えられず、血液学的な詳細は不明である。北西ロンドン NHS 新宅のウェブサイトに2006年7月5日に公表された記事によると、患者のうち5名は1ヶ月以内に退院し、残る1名も6月26日まで入院したが、無事帰宅できました。とのことであった。 しかしユニバーシティカレッジロンドンの薬理学部門長は患者の一人は感知してはおらず免疫系の長期的な崩壊を患っていると述べた。TGN1412 が人に投与されたことは過去になかったが人以外の霊長目では試験されていた。企業は安全性上の懸念事項は全くなかったと主張している。米国特許出願にはパイロット研究では コーヒト CD28 スパーマブのインビトロ投与や赤ゲザルにおけるインビボ投与では、臨床的に観察可能な副作用なしに T 細胞の非常に強力な活性化を誘導することを示すことができました。とあり、この抗体は、その強力な T 細胞刺激特性にもかかわらず、他のすべての基地の T 細胞活性化物質とは、対照的にインビボで非常に高度な忍ヒ広姿勢を持ちます。 とされている。ストラクチャー・オブ・ヒューマン CD28。テゲネロ社は関係者の家族に謝罪したが、これらの副作用は完全に予想外であったと申し立て、すべてのプロトコルが守られていると述べた。英国の薬物規制当局による調査では、反応は治験薬の汚染や投与量の誤認によるものではない旨が報告されたが、 副作用は薬物の目標通りの影響によるものであることが示唆された。6人の被験者に短時間のうちに続けて投与されたことについて批判が起こった。これは標準的な手順から逸脱しているが、医薬品、医療製品規制庁は短時間内に投与する手順を含めたプロトコルを承認したことを確認した。マラは8時から10時の間の2時間で薬剤が投与。 されるというプロトコルを承認したようである。偽薬を投与された患者の一人は、知見薬が2分間隔で次々と投与されていたと説明した。しかしこれは承認されたプロトコルからの逸脱には相当しないとされている。マラはさらに TGN1412 の初回投与は人への初めての注射であることを意識し、投与は極小量より初めて、 時間とともに増量していくものだと述べている。初回投与量は動物実験で示された最大無毒性量の1500であると報告されているが、業界コンサルタントは抗体が等しい二28に対して作成されたため、安全な投与量は動物よりも人の方が低い可能性があると示唆している。さらに懸念されるのは全臨床試験の情報を用いたとしても、 人への初回投与量が多すぎる可能性があることである。予測では、開始容量の0 1ログラムの場合体内のすべての CD28、受容体の86から91%に薬物が結合することが示された。すなわち、選択された最小開始容量でさえ、薬物のほぼ最大の効果が発揮されると予想される。2006年3月現在、 二つの問題があると思われている。その一つは短時間で6人の参加者に薬物を投与するという知見プロトコルである。マラは2時間で投与するとのプロトコルを承認したが、知見参加者の証言では薬物は20分以内にすべての参加者に投与された。この点については企業も規制当局もコメントしていない。これに関してもう一つ、人への 初めての投与の場合は、ワンショットで全量を投与するのではなく、溶液をごく少量を投与するところから始めて、長時間をかけて患者に点滴投与すべきであるとの意見もある。他のもう一つの問題は、t g n 1 4 1十人が人に、この反応を引き起こすことを会社が予想していたか、否かであった。会社のウェブページと特許出願のコメントを読む限り、 会社がこの種の薬剤が深刻なサイトカイン放出症候群を引き起こす可能性があることを知っていたと思われる。ある匿名の人物はニューサイエンティスト氏に対して体内の前 T 細胞を非食い的に活性化した場合に何が起こるかを解明するための革新的実験である必要はありません。とコメントした。薬物は動物モデルでは安全であると思われたが 特にこのタイプの薬物に関しては、動物実験の結果が人での反応と同じではない、場合があるとの指摘がある。BBC は、全臨床試験で用いた20匹の猿のうち2匹に、リンパ節の主張が見られ、この情報は試験監督官に報告された。と報じた。デゲネロは、これは一時的なものであり、薬剤が産生する余分な T 細胞の証拠であると、述べた。 CD28 受容体に影響を与える別の薬剤を用いた実験でも人試験で副作用が発現した。臨床試験で起こりうるリスクとプロトコル設計が統計学に基づいて十分に最適化されていなかったという批判があった。動物実験の評論家は人以外の動物での実験結果は人に非常に近い種の動物を用いた場合でも 必ずしも人での反応を正確に予測させるものではなく動物に与えられる危害や人への投与のリスクを正当化できるものではないという議論を引用した。イギリスの医薬品・医療製品規制庁は2006年4月5日に TGN1412 臨床試験の調査中間報告書を同年5月25日に最終報告書を公表した。 ケゲネイロの全臨床研究に不備はなく、非公開の研究があった証拠も発見されなかった。パレクセルの記録と手順書を調査した結果、薬剤の計量や投与に逸脱はなく、汚染、または過量投与につながる恐れのあるミスは見つからなかった。マ、ま、ラは、深刻な有害事象を引き起こす行動はなされなかったように感じた。ドイツの規制当局は、 TGN1412 の原材料や製造法、品質管理、保管状況、配送手順について査察したが、深刻な副作用の原因となり得る逸脱を発見できなかった。マラは臨床試験での副作用の原因として、最も可能性の高いものは、人に対する薬物の予測不能な生物学的作用であると結論付けた。イギリスの保健省は、 これらの問題を検討して、今後の同種の臨床試験の承認に資する中間、報告を3ヶ月で作成するための国際的、専門家のグループを設立することに同意した。専門家グループが報告するまで、免疫系を標的とする、モノクローナル抗体や、その他の新規分子のファーストインヒューマン試験を含む、あらゆる臨床試験はイギリスでは認可されなかった。2006年12月、 イアイアイ臨床試験に関する専門家グループの最終報告書を公表した。その中で人への投与における安全性は十分に考慮されておらず、当時の法律では配慮が必要とされていなかった事実が明らかとなった。報告書には22項目の勧告が記載された。高リスクな臨床試験の承認に先立って第三者の専門家の助言を必要とすること、 万が一の急激な有害事象に備えるために一度に一人、ずつの被験者に薬剤を投与すること、急速注射ではなく、患者に点滴常駐すべきこと等が含まれていた。この臨床試験はいくつかの学術出版物に取り上げられた2007年、血清製剤、ワクチンを統括するドイツ規制当局の免疫学者は TGN1412 試験の余波で、 ドイツの規制要件を検討した。そこでは、全臨床動物モデルの予測値には、再評価が必要で、容量決定には、改良、再設計が必要であり、高リスク抗体の投与基準を確立する必要がある、ことが示唆された。加えて、全臨床段階では、副作用が観察されない投与量を検討するのではなく、全臨床的に、 無効果な投与量を検討すべきであると示唆された。2009年、イギリスの国立生物製品基準規制機構は、ダイアイアイ臨床試験の投与量が、批判応性の動物種での全、臨床安全性試験の結果に基づいて計算されたため、ほぼ最大の免疫刺激容量が人に投与されたと記述した。これにより、生物学的製剤のファーストインマンダイアイ、 アイ臨床試験の応酬ガイドラインが改定された。2010年、人の重篤なサイトカイン放出症候群は予測できないことが説明された。インビトロデータは TGN1412 の全臨床試験で用いられたカニクイザルでは CD4 エフェクターメモリー T 細胞に CD28 が発現していないことを明らかにした。CD28 は TGN1412 の 標的であるので、当然、カニクイザルのエフェクター T 細胞は刺激を受けない。2013年、標準的な炎症誘発性マーカーである TNFα と IL-8 は TGN1412 の異常な炎症誘発性反応を予測できないと説明され、2000の結果をもたらした。IL-2 放出とリンパー増殖は、より有用な反応予測因子である。 2016年、ヒトカマウスで免疫系に対する TGN1412 の効果を評価した研究では、サイトカイン放出症候群や白血球の壊滅、その他ファーストインマン試験中に観察された他の有害事象を引き起こす可能性があることが確認された。TGN1412 の臨床試験は2017年に BBC の実話ドラマ、ザ・ドラッグ・トライアル、 エマージェンシー・アット・ザ・ホスピタルに取り上げられた。ありがとうございます。